大阪地裁からね、訴状が届いたんですね。9月になるかならないかぐらいのタイミングで届きました。あとね、このチャンネルをご覧の方はね、ぜひね、下の、概要欄にアドレス貼っておきますので、この人権キーホルダーもね、買ってですね、つけていただければと思います。それでですね、皆さん覚えてますかね？去年の11月に、実は私は解放同盟の、大阪の関係者から訴えられたんですね。って言っても、仮処分ですね。富田林のですね、探訪記事を消せっていうふうに訴えられて、で、僕はそれはおかしいじゃないかと。現地になんか水平社の石碑があるし、それ訴えた人間が設置したんですよ。で、さらに、童話事業で墓整備したみたいな、ね、そういう石碑もあるし、で、その訴えた人本人がですよ、なんか解放同盟関係の本に、富田林のここ部落だみたいなこと書いてるし、これおかしいじゃないですかっていうふうに再三ね、裁判官にも言ったんだけども、今年の春かな、5月ぐらいに、ニュース出てたと思うんだけども、認められたんですね、仮処分が。で、しょうがないから僕今消したんだけども。で、それでこう、どうしようかなと思ったんだけども、起訴命令申し立て書っていうのを出したんです。さっさと訴えろってことです。訴えるんだったら。そしたらですね、7月8日に、これもニュース出てたと思うんですけども、訴えたんですね、本裁判。それで、それからだいぶ時間が経って、今になってようやく、届いた。っていうことです。この訴状がね。内容、これがですね、訴訟物の価格、金1100万円。つまり1100万円は請求されてるわけですよ。手数料5万3000円かな。でも訴えられる側っていうのはこれ別に払わなくていいんで、訴えた側がこれを払ってるんですけども。原告個人、解放同盟ってね、まず個人とですね、あと解放同盟の、都府連が、府連、連合会が、訴えられ、それに、個人に便乗するという形になってて、原告個人に880万円払えと、解放同盟大阪府連に220万円払えっていうふうにですね、そういうふうに、訴状には書いてありますね。で、こんな金をね、払うわけがないですね。というか、べらぼうな金額ですよ。だって、ニュースなんかだと、その原告の家を僕はね、ここは部落の家だぞって映したような書かれ方をされてるけども、実際ちゃいますからね。富田林のスーパーの近くかな？なんかちょっとそんな広くない道があるんですよ。で、その道について、その道をまっすぐある道をこうやってこうパッと取ったと。そしたらこのね、端っこにそのちょっと玄関先が映ってたっていうだけの話で、これ、もちろんその原告知らない人は絶対あれ見たってわかんないし、知ってる人も、よく見たら、ちょっと玄関というかその門のあたり映ってるかなっていうぐらいのもんで、それで880万円払えってもおかしいし、部落だからっていうことで払えって言うんだけど、でも自分で言ってるからね。現地、他にもなんか水平社の水平社宣言の席なんかもあったりするんですよ。だからもう見たらわかるような状態になってるんで、それをこんな風に訴えろっていうのはね、僕はおかしいと思うんですよね。で、ここに解放同盟が便乗して、その大阪の他のね、やつも消せっていう風に言ってるんですよ。いや、それでね、今回ね、特に問題にしたいのがですね、実はですね、閲覧等制限の申し立てっていうのがされてるんです。これですね、これ、閲覧等制限の申し立て。見えますかね、これ。要はね、本件訴訟記録中の訴訟記録の全部について、閲覧もしくは当社、その正本、当本もしくは、商本の交付またはその複製の請求をすることができるものを本件訴訟当事者に限ると。だから、ざっくり言うと、この訴訟についてのいろんな書面について、全部、非公開にしろって言ってるわけです。で、これね、この動画見てる人はあまり、法律関係者ならちょっとわかると思うんだけども、僕はこれは憲法違反だと思ってます。これをするっていうのは。岡口キーチっていう、白いブリーフで定評のある人ね。弾劾裁判食らって、裁判官辞めさせられたんだけども、あの人がちょっと面白いこと言っててね。あの人、多分僕思想的には逆だと思うんですよ。あの人なんか夫婦別姓、賛成、同性婚賛成派で、そういうのを、裁判でね、決めろみたいな、そういうことを言ってるような人なんで、その考え方は逆なんだけど、ただ一つね、同調してることがあって、最高裁がね、
まあ、障害者に対する不妊手術の裁判、まあ、あれは憲法違反だっていうふうに言ったんだけども、一方でね、最高裁は、ハンセン病患者に対する秘密法廷について、違憲だっていうふうに言ってないじゃないかっていうことを言ってたんだけど、まあ、それは確かにそうですね、と。最高裁って最近いろいろなんか違憲判断を出しててね、勇ましいように見えるけど、だけどね、自分たちにとって都合の悪い違憲判断は出さないんです、絶対に裁判所っていうのは。その最たるものが、この裁判の公開なんです。で、ハンセン病の秘密法廷っていうのはですね、昔ハンセン病っていうのは、まあ、施設に入れてたんですよね。施設にこう隔離してたんです、ハンセン病患者は。で、それで、まあ、ハンセン病患者の裁判をするってなると、その普通の法廷でせずに、その施設の中の特別法廷っていうところでやってたんです。で、そういうところを、じゃあ一般の人傍聴できるかって言ったら事実上できない状態でやってたんで、で、一応憲法でね、憲法で裁判の対審は公開するということが定められてあるんで、いや、これは裁判の公開に反してって、まあ、人権侵害だと、憲法違反だと、ということで、まあ、最高裁としてはなんか遺憾の意を表明したみたいな形になってるんだけども、じゃあその違憲という判断が出てるかって言ったらそういうわけでもないんです。そういう判決なりも出てるわけじゃないし、これは違憲ですというふうに、まあ、はっきりと認めたわけでもないっていうことなんですよね、最高裁が。まあ、だってね、裁判所っていうのは、基本的に裁判秘密にしたいんですよ。昔、レペタ事件っていうのがあったんだけどもね、その法廷で、メモを取っちゃいけないっていう変なルールがあったんですよ。今、メモ取っていいんだけども。これも本当情けない話ですね。なんかアメリカ人のなんか司法修習生だったかな、レペタさんっていう人は。外人にね、訴えられないとね、メモ取らせなかったんですよ。ようやくね、外国のそういう司法修習生に、訴えられて、それでようやくメモ取らせるようにしたってことがあって、まあ日本の裁判所ってそういう情けないところなんですよ。何としても秘密でやりたいんですよ、裁判っていうのは。で、それでまあ昨今特におかしなことがあってですね、まあ、一昔前は、この裁判の訴訟記録なんかね、まあ、住所、氏名、電話番号なんかもフル公開っていうのが原則だったんです。一応ね、日本の裁判っていうのは事実上この書面でやるわけです。書面を出して、それで法廷でこの書面の通り陳述しますっていうふうに言うわけだから、じゃあその内容って見ようと思ったら、裁判の書面見ないといけないんです。だから、それを見ると、民事訴訟法で決まってて、一般の人は裁判所の書記官室に行って、そこで、まあ、手数料払って見せてもらうわけです。その書面の内容ね。で、これを全部非公開にしたら、それこそ憲法違反になっちゃうわけですよ。ね。書面でやり取りするのに、その書面は誰にも見せないって、それ裁判非公開ってことじゃないかってことになるわけです。で、それがですね、ちょっと前に、なんか、当事者の住所なんか非公開にするっていう風になり始めてですね。いや、でもその当、20年ぐらい前、10年、20年前でも、まあ、住所非公開はいいとして、その当事者の名前まで非公開にするのは、それはさすがに憲法違反になるんじゃないかなっていうのは通説だったんだけども、今はもう平気で非公開にしますね。名前をね。本当だったら憲法だとね、原則公開で、なんか、善良の風俗を乱す恐れが、まあ言ってみればもう性犯罪とか猥褻物に関するような犯罪だけ非公開にするっていうような、それが憲法の規定なんだけど、今もう何でもかんでもプライバシーだから非公開、企業秘密だから非公開っていうことになっちゃってるわけなんですね。まあ相当おかしなことで、僕は違憲だと思いますよ。で、これで、解放同盟側がね、訴訟記録全部非公開にしろって言ったの、これも裁判所が認めたら僕は違憲だと思ってるから、一応意見書として出したんです。裁判所に。裁判所に確認したら、まだその決定は出てないっていうから、じゃあ意見書出しますよっていうことで、これはおかしいじゃないですかっていうことに出したんです。もしこれを認めちゃったら、これ憲法違反の状態で裁判をするわけだから、まあこれはもう口頭弁論とかもう無効になるんじゃないかっていうふうに僕は言ってるんです。で、もしこれ裁判所が認めたら、僕としてはですね、まあ特別抗告っていう
最高裁に一応申し立てはできるんですね。だからそれやろうと思ってます。あとはまあ訴訟の指揮のも、に対して異議申し立てっていうのもできるようなんで、そういうこともまあ僕はしようと思ってます。だから、当然そういうことについても対応するという、まあそういう覚悟で決定出してくださいねというふうにはまあ裁判所には言ってる状態なんですね。で、その肝心の裁判なんですよね。10月27日に最初の口頭弁論で、10月24日ですね。令和6年10月24日午後3時から、大阪地裁で口頭弁論が開かれるってことになってるんだけども、まあその時に行われるかどうかわかんないです。この、閲覧制限なんかの件もあるんで、これであれこれ、ごたごた揉めたら伸びるかもしれないし、あと、まあ、移送するかどうかっていうのちょっとまだ決めてないんですね。何も遠隔であっちこっちで裁判を起こされるとたまらないんで、まあ、移送したりだとか、リモートでするだとか、そういうことも、ちょっと一応対応も考えてるので、まあ、その辺はわかんないです。一応、24日の3時にやるってことになってます。ということで、一応ね、この、大阪の裁判について今どういう状況になっているのかっていうことをまあ簡単にお知らせいたしました。